こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回はパワープロ YouTuber 対決企画の告知を皆様にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回はステイホームステイパワープロということで、外出自粛期間中にできること何かないかなということで、いろいろ考えていました。その時にね、ちょっとりょうさんと電話する機会があって、で、まあ、ちょっと違った遊びもしませんかっていう話をしていて、じゃあ、もうパワープロ YouTuber 全員で対決しましょうということで、この企画が始まります。まあ、明日の日曜日の夜7時から、みんなで投稿していくので、ぜひ見ていただければっていうところと、じゃあ一体どういうことをやるんですかっていうのと、簡単なルールですね。皆様に今から説明させていただきます。プラスして、見てくださっている皆様も参加できるような形式になっているので、もしよかったら一緒に参加していただいて、こうコメント欄とかでね、僕はこれくらいの選手できました。こうでした、ああでした、みたいなことをしていただくと結構面白いかもしれません。もし少しね、こうお家で何しようかなとか思われている方がいれば、参加いただいたら面白いと思います。で、今回なんですけど、選ばれた7校を1日1選手ずつ作っていく形です。で、基本的には入った選手が盆栽だろうがセンスついてようがモテモテだろうが一発で勝負をして、で、その選手を提出という形になっています。で、選ばれた7校に関しては SG 高校、メジャー街道学園高校、ブレインマッスル高校、黒金商業高校、しらす水産高校、逆境ナイン全力学園高校、そしてエビル高校というこの7校になっています。まあ、いずれの高校もね、一度は過去に覇権を握った高校になっていて、まあ、やってかなり面白いんじゃないかなというふうに思います。で、僕自身もね、いろんな高校遊ぶの好きで、生放送とかでもやらせていただいてます。で、その延長でね、こうみんなでの対決企画にしたら面白いかなと思って、さっき僕実は実写とかも用意したんですけど、さすがにあまりにイキりすぎてこれは出せないなということで、真面目なスタイルでね、また登場させていただいております。もしね、その実写のやつが見たいよって方がもし万が一いれば、コメント欄に書いておいてください。で、この対決企画なんですけど、1日1作説、1高校ずつやっていって、で、その日に上がったサクセスの、査定値が一番高い選手、まあ、高いプレイヤーから並べていって、1位、2位、3位、4位という形で、ポイントを割り振ります。まあ、1位4ポイント、2位3ポイント、3位2ポイント、4位1ポイントということで、このポイントが最終的に7日終わった時点で一番高いプレイヤーが優勝という形になります。で、結構こう、今回は、まあ、まったりやりましょうって話をしていて、なんかこう、深い作り込みとかではなくてね、いろんな高校を、まあ、懐かしみながら、いろんなキャラクターを使いながら遊ぼうっていうところで、で、まあ、やっていこうかなと思ってます。で、この企画自体がね、まあ、好評を皆さんからいただければ、じゃあ、もうちょっと違ったひねったやつとかやろうとか、もっとこう、突っ込んだ、面白い縛り入れようとか、もっとこう、これはしんどいなっていう罰ゲーム入れようとかね、なんかそういうことをもう考えているので、もしよければぜひ、皆さんからもいろんなコメントいただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、僕に関しては、まあそうですね、やってない高校もあります。そのハイスコアがリセットされてからね、やってない高校とかもあったりします。ただまあ、エビル、全力シラス、そして、黒金ブレイン、メジャー、SG と。まあ、どの高校もプレイしたことが当然過去にありますし、まあ、こう、いろんなノウハウっていうのは自分の中に溜まっているつもりなので、まあ、負けられねえなと。で、負けられねえなって思って、なんかこう、何しようってなった時に、すごいもう、ゴリゴリの、こう、なんでしょう。ゴリゴリのなんかサングラス、ティアドロップのサングラスに、もうゴリゴリの髪型で、ちょっとこう、煽るような動画を作ってみようかなと思って自社作ったんですよ。っていう話をめちゃくちゃしたいんだけど、もう本当にね、それを見返した時の衝撃で、なんか、もう、ダメだな、僕も、ちょっと、行ってはいけない方向に進んでいるなと思ってやめたんですよね。ただなんかその、
まあそういうのもそのメンバーの方とかにね、ちょっとまず前段階で見てもらって大丈夫かなってなったらちょっと前に出せるかもしれません。なのでなんかこう僕もね、まあコナミさんのところで顔出しさせていただいたりとか、まあ生放送でまあたまーに顔出ししたりはしてるんですけど、まあもともとこうなんか前に出るような人間ではないかもしれないので、なんかそのあたりはちょっとこう皆さんの反応を見ながらね、そういうこともできたらいいかななんていう風に思ってます。なんかあとはね、なんかこう最近流行ってるモーニングルーティーンとかね、なんかもう本当に結構面白いことたくさんやりたいなと思っていて、なんかいろいろこの自粛期間中に考えて、まあ実はもう撮ったやつもあったりはします。ただね、なんかそのパワプロのチャンネルでそういうのやるのかなとかさ、こう皆さんもねそういうの求めてるか全然わからないので、なんかそのあたりは本当ゆっくりやらせていただいたらいいかなという風に思ってます。なんかこうまあ、パワプロのこともそうなんですけど、まあ、それ以外のこともね、皆さんに知ってもらえるようなことができたらいいかなとか、あとは、なんでしょう。まあ、僕自身も、こう、ゲームだけじゃなくてね、こう、やってることは、まあ、少しあるので、まあ、そういう話をしたりとか、結構、こう、面白い話ができるんじゃないかなというふうに思っています。なので、まあ、そんな活動もね、できたらいいかなというところで、まずは、まあ、いろんな企画の一つとして、この、パワプロ YouTuber、いろんな高校対決をやりたいかなというところですね。なんかこういう企画案的なものは実は生放送でもやりたいなと思っていて、で実際に生放送でも皆さんとただ2時間雑談するっていうこう謎の生放送があったんですけど、パワプロ一切せずね、なんかそういうところでいろんなアイディアをいただいたり、まあ、いつもコメントでね、応援いただいてる方がたくさん増えてきたかなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、そんなことを感じながら日々活動をしていて、で、まあ、今回の企画も、こう、なんでしょう。やっぱりその世の中全体が、まあ、落ち込んでいるというか、まあ、こう、家にいなきゃいけないストレスとかもあるし、こう、いろんな、こう、しがらみがね、たくさん増えてきたのかなっていう話も生放送でガーってしていた時にこう共感をいただけたりしたので、なんか皆さんやっぱり同じことを感じられているんだなっていう中で、まあ、ちょっとでもねこう面白いこととかなんか見てて、あーなんかいつもと違った角度だなとか、なんかこういうのもありなんだなってことができたらいいかなっていうふうに思っています。まあその一環というところですかね。あとはパワプロをね、せっかく同じゲームをしている皆さん、まあ同じ投稿者の方がいるので、まあそこは、しっかりと、タッグを組んでね、面白いことやっていけたらなって、一人でやれることも限界が絶対あるので、それだったら二人、三人、四人、まあ五人、六人、七人、八人、九人、十人、わかんないですけどね、将来的には僕が、なんかこう、スポンサーみたいな感じで大会とか開きたいんですけど、なんかそんな大々的なものも、まあ今のパワープルアップでね、どういうことができるのかなとか、結構よく考えなきゃいけないし、まあその手持ちのレベル差とか制限とかね、なんかそういうことも考えなきゃいけないので結構難しいなとか思ったりしております。あとはね、皆さんから本当に最近コメントをたくさんいただけるようになっているかなというふうに感じていて、まずはありがとうございますって話と、ちょっと本当にコメント返しが全く追いつかない状況になってきているので、そのあたりはまとめてね、コメント返し会なんかも作れたらいいかななんていうふうに思ってます。まあ、その回を見ることで、こう、まだ僕に質問していなかった方とかにも、こう、皆さんがね、疑問に感じられていることが伝わったりとか、まだ知らなかったこととかが、まあ、知ってもらえるのかな、なんていうふうに思っていて、なんで、そんなのも、まあ、過去にね、1回とか2回とかやったことはあったんですけど、なんかこう、長続きがなかなかできなかったので、まあ、そういうことも、こう、自分の中で無理ない範囲でできることを確実にして、で、あ、これは継続できるなってなった時にやろうかなっていう風に思ってます。なんかその、そういうこう継続っていうところがやっぱり難しいと思うので、なんかこう、デッキ相談もそうですけど、こう、前にね、やった時がね、かなりスムーズにいけたので、まあこれなら続けられるなってことで、まあそういうことをしたりとか、あとは、コメント返しと、まあ課題としてはやっぱりその、初心者とか、中級者の方向けの動画、まあ、ここが結構僕の中では最近のテーマになっているので、まあ、そういうこともたくさんやりたいかなというふうに思ってます。やっぱりね、その、手持ちの餌とか、やっぱりその PSR をこう強化していくってことをしてると、その SR を残しておくとかしないので、まあ、そういうところが結構難しかったりとか、
はします。ただまあ、その、まあいろんな方にね、見ていただいたりとか、まあこう、交流をしたいと思っているので、そのあたりは、まあゆっくりという感じになると思うんですけど、皆さんと、まあ一緒にね、歩いて、まあやっていけたらいいかなって、同じゲームをせっかくしているので、一緒に楽しんでいけたらいいかななんていうふうに思ってますっていう、ただ僕のただずらずらとした雑談になってしまいましたが、ぜひ明日からの、この、パープル YouTuber 対決も、楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。で、もしよければね、画面の前の皆さんも参加いただいて、あ、なんか自分はこれからの選手できたわって、僕らも別に一発勝負なんで、そんなにこう劇的にすごい選手ができるとかでないと思うので、ぜひ、この戦いに加わってみてはいかがでしょうか。まあ、そうですね。何かこう、帰ってくるものがあるかって言われるとそうではないかもしれませんけど、まあ楽しい時間とかをね、一緒に共有できたらいいかな、なんていうふうに思います。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。